はい、で今日はその動物倫理、私たちは動物とどう付き合えばいいのかというタイトルなんですが、ですね、はい、なぜ今日こういう話をするということになったかと言います。最近実は本を出しまして、漫画で学ぶ動物倫理というこういう本を、出させていただきまして、はい、これは漫画ですけど、一応私が原作をしまして、漫画でちょっといろんな人にこの動物倫理という分野について、知ってもらおうという形で、作った本です。で、ちょっとその本の紹介もしながら、この動物倫理という分野がどんな分野なのかということもちょっとお話しさせていただこうかなということで、特に我々私がやっている倫理学という分野が、どういうそのアプローチをするのか、そういうことなんかをちょっとお話しさせていただければと思います。はい、で、私の、研究テーマの一つです。いろんなことをやっているので、自分でも専門は何ですかと聞かれて、困るんですけれども、一応いろんな倫理問題と特に科学技術との関わりみたいなものが一つ大きなテーマになっていまして、その中で、動物に関する科学的な知見とか、あるいは、実際科学の中で使われる動物ですね、動物実験とか、そういうものについて倫理学がどんなふうに関わるのかということを考える分野が、動物倫理学といいまして、で、そういうことを、一つの研究テーマにしています。で、それを主な事例として使った、入門書も、一つ書いています。動物からの倫理学入門というのを作っております。で、なんで一応これ一応私の専門分野の一つということになります。で、なんで今回この漫画を作ることになったかといいますとですね、その同じ出版社の科学同人さんから何年か前、3年前になります、まだ2年かな、2、3年前にこのまたもう一つこういうその漫画で学ぶ生命倫理という本が出まして、これ著者は児玉聡さんは私の同僚で文学部の先生ですけれども、これが出版されて非常に好評を博したんですね。なかなか学習漫画っていうとなんかすごいつまんないイメージがありますけど、そうではなくて結構ちゃんと物語も作ってあって面白かったということで好評になりまして、ちょっといろいろ同じようなことやってみようじゃないかということになりまして、この本を、一つ、その中の一つとして、こういう本を作ることになります。でちなみに同じシリーズで今後、また同僚ですけど水谷雅彦、原作漫画でわかる情報倫理などが出る予定にはなっていますが、なんかだいぶ難航はしているようです、はい、とか、そんな感じで、はい、やっております。で、一応どんな感じで作ったのかという、簡単に、他の研究者の方で漫画で自分の研究について紹介したいという人がいらっしゃった方のために簡単に経緯だけ簡単にご紹介しますと、最初私が1500字で1万5000字程度の原作を書きまして、でそれを、編集者の方と相談しながら、2万字程度に膨らましてと、その後、漫画家さんの方に、渡して、漫画にしていただいて、漫画家の方はセミプロでパンフレットの漫画などをやられている方です。いわゆる雑誌なんかに連載しているような方ではないですけれども、結構キャリアはある方ですね。で、その後京都の動物愛護センターとかですね、いろいろ、取材させてもらいながらちょっと中身を詰めていって、でそれで本にいたしました。で、解説とかあと読書案内と思う部分は私が、書いておりますが、なので、結構いろいろやってます。やっぱりその自分の研究について漫画で紹介するとなると、こんな感じで結構頑張っていろいろ関わっておくんじゃないかなと思います。で、どんな漫画なのかと言いますとですね、これは本当にこんなんでいいのかと最初はどうなのかとかと思ってたんですが、こんなストーリーですね、見ていただければ分かります。高校生がミステリー研究部の部活を堂として生き物探偵を始める。で、喫茶店で、いろいろ依頼を受けるんですけども、だんだんその、最初は犬のしつけの話やからとかですね、猫の去勢とか、身近な話から始まって、動物実験、肉食動物園、野生動物と、
まあ、いろいろ、話が広がっていきます。動物が関わるさまざまな問題を取り上げていくと。でその中で、まあ、だん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 その何というか、疑問が大きくなっていくという、まあ、そういうような、筋立てになっておりまして、まあ、読み物として多分面白くできてるんじゃないかと思います。で、一応お手元にその、最初の一番最初のとこだけを絵を、入れさせていただいていますが、こんな感じの絵で、はい、お話が進んでいきます。で、まあもう読んでいただければあれなので見た通りなんですが、まあ、こんないきさつで、生き物探偵を始めることになりましたという、はい、まあ、そういうところから話が始まるんですが、その、まあ、どんなことをやるのか、まあ、その じゃあ何をしているのかということなんですけども、その例えばこの本の冒頭でどういう話から始めているかといいますと、その命を大事にしなくちゃいけないって、まあ、我々はよく言います。まあ、これは子どもの頃からですね、我々が教え込まれている、まあ、そういう、もう、すごい我々にとって体に染み込んだ、考え方ではないかと思うんですけども、これは一体どういう意味なんだろうかと、いう、まあ、例えばこういう問いを投げかけるわけですが、その、まあ、これはもう一番最初からのところから引用で持ってきてるんですけども、その例えば我々はそのじゃあ命を大事にするということは、命をどんな命も絶対に奪わないということを意味しているかというと、多分そうではない。つまり例えば我々実際その、まあ、例えば今お弁当を食べていると、まあ、いろんな命がそこに詰め込まれているわけですね。でそういう意味ではそのいろんなものの命を奪って我々実際生活しているし、そのことがまあ問題になってないということは、多分命を大事にするって教えられているというのは、これは別に命を絶対に奪わないという意味では多分ないだろうと。で、まあ、食事に関して言うと、まあ、無駄にしないで感謝しながら食べるのが大事であるみたいな、こういう言い方はされますね。で、実際この、漫画の中でもそういう、まあ、高校生たちが、まあ、そういうふうに習いましたっていうようなことを話すシーンなんかもあります。でただじゃあその無駄にしないで感謝すれば何をしてもいいのだろうかということをちょっと考え始めると、例えば我々はそのもう他人の犠牲を無駄にしないで感謝さえすればどんな犠牲も相手に強いていいっていうかというと言わないわけですね。相手が人間であれば、強盗が相手殴ってお金取って、で殴った相手にありがとうって言って立ち去っていったら、じゃあそれでいいのかっていうと、まあいいとは言わないわけですね。で強盗がそのお金無駄にせずに大事に使ったらいいかっていうと、そうではないと考えると、無駄にしなければ感謝すればいいっていうだけではどうやらない。じゃあなぜ我々食べるものに関して言うと無駄にしなければいいっていうのか。でまあもちろん皆さんこういう問題について考えたことがある方はそれぞれお答えをお持ちだと思いますけども、まあそれを例えばみんなでそのちゃんと共有しているのかっていうと、そうでは多分ない。でまあこういうこともやっぱり一つその我々が考えなければいけないことだし、そのこの本はその探偵ものということになっていますけども、まあある意味そのこういうことも我々が考えなくてはいけない事件なんじゃないだろうかと、まあ、いうような観点から探偵ものの漫画という形にしております。で、具体的にじゃあどんな話を取り上げているのか、どんな話題が反応しないぞ、はい、あるのかということなんですけれども、まあこれはお手元で見ていただいた方がいいですかね。まあ、最初にペットのしつけ、まあ一応読者としてその、まあ、高校生でも読めるようにということで、まあ、漫画にしておりますので、まあまあ、高校生ぐらいでも読めるようなものと考えたところで、まあ、まず一番身近なのはペットだろうということで、ペットの話から始めています。でその、まあ、ペットを好き勝手にやらせないでですね、ちゃんとしつけるっていうのは、これはその動物に対してその何というか、
いいことなのか悪いことなのか、いうような話から、まあ、始まっていきます。でその次去勢の猫の去勢の話ですね。なぜ、ね、猫を去勢するのはかわいそうじゃないかっていう、まあ、妹が出てきて、でそれに対してそのいや実は猫の去勢っていうのが今こういうふうに推奨されているのは、まあ、実は猫の殺処分が非常に今大きな問題になってますみたいな話を紹介しながらちょっと考えてもらうというのがその次の章ですね。でその後、まあ、もうちょっとその我々の身近なところからちょっとだけ離れまして、まあ、化粧品の動物実験の話、化粧品に使われるその化粧品の安全性の試験のためにいろいろな動物実験が使われていまして、まあ、その中で大量の動物の命を奪っているというようなことに関して、ちょっと話題として提供しています。まあ、これまた後でちょっともうちょっと詳しくご紹介しようと思います。でその次その肉食と集約的畜産業という、まあ、これ動物 の, その愛護運動なんかでは工場畜産なんて言ったりするんですが、まあ、その、今畜産業ってそんな何て言いますか自由に放牧している動物を食べているというわけでは必ずしもなくてですね、多くの場合にはその非常に狭いケージなどの中で飼われている動物の肉を食べたり、あるいは卵を食べたりしていると、でその時にそこまで出てきたその、犬とか猫とかと例えばこの肉食の対象になっている動物は何が違うんだろうかということを一つ問題として提起しています。それから5番目の章は動物園の話で、まあ、動物園の話とあと、まあ、その動物の権利という考え方の紹介をそのあたりからしています。つまりそのこれもまた後でご紹介しますけれども、まあ、動物というのがですね、その、人間と同じような意味で何かの権利を持つんじゃないかという考え方がこの、30年、40年ぐらいの間に出てきまして、まあ、その考え方に基づくと実は人間の動物に対する扱い方というのは結構、もう、なんて言いますか、共有できないものが多いんじゃないかと。でまあ、例えば動物園なんかも、まあ、その例として上がるだろうということで、動物園の話なんかを取り上げてきています。それから、6番目の外来生物ですけれども、その、まあ、ヌートリアはこれは、まあ、京都ではもうおなじみの生き物ですが、なんか関東の人はあんまりなじみがないらしくて、関東の方に話を聞くと、なんでヌートリアなのって言われたりするんですけど、まあ、こういう外来生物ですね。で、ヌートリアはもう可愛らしい生き物なので、なんか、餌あげたりする人がいて、で、しかし他方、まあ、ヌートリアがなんか農作物を食べたりするというのもあって、まあ、ちょっとそこら辺で圧力も生じています。でこれもその、まあ、ある意味だから街中に住んでいる生き物でありながら、例えばヌートリアと野良猫ってだいぶその扱いが違うわけですね。でただじゃあヌートリアを猫みたいに扱うべきなのかっていうと、今度はじゃあ外来生物という括りで考えると、まあそういう哺乳動物だけじゃなくて虫もいれば植物もある、なのでその外来生物という括りできちんと対処しようと思うと猫と一緒にはできない、まあ、そういうような、まあなかなか守備一貫させられない問題というのが出てきます。それから第7章、これは動物実験また出てきましたけど、化粧品ってまあある意味嗜好品なわけですけども、じゃあその人間が生きるためにどうしても必要な医薬品のための動物実験はどうなんだというような話題をちょっと取り上げています。でその次、まあ、野生動物、もう一回野生動物ですが、今度は鹿とか猿とか昔から日本にいるやつですね。でこれも現在、まあ、非常に問題化して、まあ、これは割とニュースなんかでも取り上げられることが多いのでよく、耳にされるんじゃないかと思います。まあ、鹿が増えすぎているとかイノシシが増えすぎている、まあ、最近はそのジビエにして、食べたらいいんじゃないかとかということで、そういう取り組みなんかも行われたり、あるいはその狩猟者が減っていることが問題の原因だということで、まあ、狩猟者人口を増やしたりとか、まあ、そういうさまざまな取り組みも行われてますが、まあ、そもそもじゃあこういう動物の扱いはどうするべきなのかっていう、まあ、そういう基本的な部分がちゃんと議論されてるんだろうかというとなかなか難しい。
それから第9章はイルカクジラ漁問題ということで、まあ、イルカショーの話をちょっと取り上げています。これはこの本を作っている間に世界的に大きな動きがありまして、イルカショーのイルカショーなんかで使われるイルカの大半は実は野生で捕獲されたものを使っているということが、まあ、最近報道でも出てきてましたけれども、まあ、実はあんまりイルカの繁殖ってうまくいってないんですね。 ですから野生のイルカを捕まえてきてその、芸をさせて可愛いと言ってるのは本当にいいのかどうかというような話で、まあ、実はこのイルカというのは、まあ、クジラの一種というか、まあ、英語だとほとんど区別がないんですね。イルカクジラはどちらも同じ一つの、カテゴリーになっています。でクジラの問題とも絡めながら、ご紹介してますが、まあ、なかなかこれはその、政治的なメンツとか、 なんかそういうのが絡んでくるので、なかなか動物の倫理というカテゴリーの中だけでは話しにくい話になっています。で最後はこれは解決編ということで、まあ、主人公の男の子が、まあ、自分なりにそのこういうさまざまな経験をした中で一つ答えを出すというような話にしていてまして、まあ、これは興味を持った方読んでいただいてのお楽しみということになっています。まあ、こんな感じで、そういう話題をいろいろ取り上げてますが、一つのメッセージは、まあ、要するに動物と人間の関わる問題ってこんだけ多様なのに、その、ちゃんと、その全体を見渡そうっていうものの見方自体が実はほとんど存在しないんですね。で野生動物の問題は野生動物の問題だけで扱うし、そのもう畜産の問題は畜産の問題だけで扱うし、家庭の動物の問題は家庭の動物の問題だけで扱う、まあ、それぞれバラバラに取り組まれてきてるわけですけども、それは本当にそれでいいのだろうかということをちょっと、考えたいと思って、研究をしています。で、まあ、もうちょっと詳しく、まあ、いくつかの話を紹介しますと、まあ例えば第3章化粧品動物実験の話を取り上げましたけれども、 あらすじはこんな感じです。動物がの化粧品会社のお家で勤めている、化粧品会社で勤めている、うちの、まあ、お子さんが依頼に来るというそういう話ですけれども、なんでこういう話を入れたのかということなんですが、その実は最近ヨーロッパではですね、化粧品のために動物実験をやることを禁止しております。EU の指令というのがありまして、その、最初はEU の中で動物実験をしてはいけないというところから始まって、現在では EU の中で使われる化粧品に関してはその動物実験をしたものを使ってはいけないというところまで来ています。ということはどういうことかというと、日本の化粧品メーカーが EU でその化粧品を売るためには動物実験をしていない化粧品を使わなきゃいけない、まあ、そういうところまで進んでいるんですが、これも実はあんまりニュースなんかにならないので、あんまり認識されてないんじゃないかと思います。で非常にだからこの辺はその、まあ、日本とヨーロッパアメリカなんかの温度差も非常にあるところだと思いますし、ちょっとこの辺は今世界でそういうことを進行してるんだというのも、まあ、知っておいた方がいいだろうなと思います。で、繰り返しになりますけども、その、まあ、こういう話題の進め方をしているのはその、まあ、実はだから我々伴侶動物に対するその態度と、じゃあそういう実験に使われる、まあ、例えば化粧品だと、まあ、ウサギなんかが使われたりするんですね。化粧品が目に入った時 の、 刺激性とかそういうものを調べるためにウサギの目にその、物質をですね、その投与して反応を見るっていうテストなんかがあって、で、まあ、だから物質によってはだから非常にウサギにとって非常につらい実験になるわけですけれども、じゃあそういうのとその家庭で飼われている猫とかそれこそウサギも飼われますけれども、そういうものと何が違うのかというようなことがあるわけですが、あまりそういう形で意識に上りにくい。でこれは同じ問題、動物の問題だということすら、まあ、意識されにくくなっているというのがやはり一つ問題だろうと思います。なので、まずはそこについて意識を持っていってほしいというところで、話を振っています。で、まあ、例えばこういう話とかですね、あるいは、まあ、その第5章は、まあ、こんなストーリーなんですけども、
まあ、あの主人公の男の子が先生に、なんか動物 の、 その実験とかそういうものについてどう思いますかって質問をして、で、まあ、そしたらその大型類人猿の権利宣言という本を貸してくれるという、まあ、ストーリーなんです。これ大型類人猿の権利宣言ってどういう本かと言いますと、あの日本でもその霊長犬なんかであの中心になってやってますけれども、あの大型類人猿と呼ばれるその、まあ、5種類の種がいて、あの、まあ、チンパンジー、ボノのゴリラ、オランウータン、それから人ですね。でこれは非常に、まあ、禁煙です。であの他の大型類人猿他の4種類は非常にその、いろんな特徴を人間と共有していることが分かっていて、でじゃあその人ホモサピエンスだけが権利を持ってて、この他の4種類の大型類人猿がですね権利を持たないって考える何か根拠あるんだろうか考えると、まあ、あのなかなか難しいと。でその実際そのジェング・ドールさんという、まああの代表的なあの研究者がいらっしゃいますけれども、あの、まあ、そういう人なんかが中心になって、これだけ人間と似てるものに関してその人間と違う扱いをするっていうのはこれはもうなかなか難しいだろうということで、まあ、大型類人猿に関しても、まあ、権利を認めましょうという運動を始めました。で、まああのまあ、日本のその霊長犬の先生方も、まあ、一部そういうものにあの、関わったりされています。で、まあ、ちょっとそういうものの紹介をさせていただいています。でそうしますと、その中には例えばそのチンパンジーもそのだからちゃんとその、人間と同じように権利を持つということは当然ながらあの行動の自由とか拘束されない自由とか持つと、いうことになりますと、そうするとじゃあ動物園でチンパンジー展示するのはどうなんだと、いうことになるわけです。で、まあこの章あたりからその後半はその特にまあ動物倫理で、よく使われるさまざまな議論とか概念とかをだんだん紹介して だんだん理屈っぽく後半になってなっていくんですが、まあ、中心になる概念、まあ、今日そのお話しする中で、まあ、特に動物倫理の概念としてその紹介したいのが種差別と呼ばれる概念です。でこれは、まあ、あの人種差別とかあの女性差別とかというあの言葉と、まあ、似たような言葉として、まあ、作られた言葉ですけれども、その要するにその人種差別っていうのはその例えば黒人という人種に属するからというだけで何か不利益な扱いをするというのが人種差別なわけですが、でそれとあるいは女性差別というのはその女性という性別に属するからというだけで、まあ、その不利益な扱いをするというのが女性差別。だったら同じ理屈がその 人類、まあ、ホモサピエンスという種に属するか否かというだけで何か差別扱いをするということにも当てはまるんじゃないかと。つまりその何かちゃんとした理由があって違う扱いをするならいいけれども、ただ種が違うというだけで何か違う扱いをするっていうのはこれはまあいわゆる差別に当たるんじゃないかと、まあ、いうようなことが、まあ、これは1970年代にこういう言葉が作られまして、その後、こういう動物の扱い取り扱いを、まあ、向上させていくという運動の中でも一つの、スローガンみたいな形で使われてきています。でその動物の権利という言葉は先ほどから何回か出してきましたけれども、そのこう種が違うからというだけで差別扱いをしないということから逆に言うと、まあ、じゃあ人間に権利というのがあるなら動物にも権利があるはずだと、まあ、いう形で、まあ、動物の権利の運動というのが出てきました。でこれ欧米ではですねこういう考え方が一つの中心になってですね、その動物の権利の運動みたいなものが盛んになり、で、まあ、動物の、まあ、権利とまで、まあ、そういう強いことまでは言わないけれども、でもまあやっぱり動物を配慮するべきだというのを納得した人たちが例えば先ほど言った化粧品の廃止運動なんかをしているわけです。で不思議なことにこの例がなんというか日本では全くと言っていいほど浸透してないんですね。で私も時々招かれてそのこういう話をすることはありますが、まああんまりピンとこないというリアクションを受けることが多いです。まあ、ただまあせっかくこういう機会私も漫画で書かせてもらう機会を得ましたので、まあちょっとそれについてまあ考えてもらおうというのが、まあそういう考え方で出会ってもらうというのがまあこの本の目的だし、まあこの章でやっていることでもあります。でまあまあこういう本ですが、その全体としてまあこれは倫理学のアプローチでもあるんですけども、
じゃあこの問題自体こうしましょうって簡単な答えを出すというスタンスにはなっています。じゃあ動物には権利があるんだから、じゃあ動物は閉じ込めておくのは良くないですねという答えを出して終わりではない。でこれ哲学倫理学のアプローチで、私が大事だと思っていることなんですけれども、なんか答えが出たらそれでなんか話が終わってしまうと、言うんではなくって、何かしらせめぎ合うものがあると感じるならば、その違和感を大事にすると。で、一体何がせめぎ合ってるんだろうかというのをちゃんと何というか突き詰め続けていくというのが、これが多分哲学倫理学の、アプローチの一つだろうと思います。で、そのために何というかすごい請求に答えを求める方からは哲学や倫理学が役に立たないとよく言われるわけですけれども、それは答えを出すのが仕事の人もいれば、答えを出さない人がことが仕事の人もいると。で、我々はどっちかというとその答えを出さないのが仕事だなと、ふうに思っています。で、そういう意味ではこの本を読んでも何も答えは得られないんですが、謎が深まっていく。で、謎が深まっていくのがいいことだという、そういうスタンスで本を、作っております。で、もう一つこの本読んでいただくと分かるんですけども、その動物テーマはずっと動物なんですけども、動物の話をしているうちにだんだん話は人間に返ってきます。なんでじゃあ動物を食べていいの、なんで動物は実験使っていいのっていう話をしていたら、じゃあなんで人間は食べちゃいけないことになってるのか、じゃあなんで人間をその勝手に人体実験使っちゃいけないことになってるのかということをちゃんと問い直さないと、実は動物について答え出てこないんですね。なので、実はその動物という客体の話をしているつもりが、実は人間という自分たち自身に返ってくるという意味では、決して何かよそ様のことを言っているわけではなくって、我々自身のことを考える、これが動物倫理という分野ですし、あと今回ご紹介した本ということにもなります。というようなことで、時間を過ぎてしまいましたが、こんな感じで動物倫理学ってこんなものです。どうもありがとうございます。